願いします。音楽を担当して
バーシドーです。はい、この音楽井上さん、サンキャッチャー売るよ。今私が弾いているのはアコーディオンという楽器なんですが、今日これからダンスに使っている楽器ではないです。ただ作曲をするときにこの楽器を使ったこともあるので、ということでウォーミングアップで使っています。それで今日は、ミスミさんという詩人の方の書いた詩に音楽をつけています。それで、その詩がとっても有機的な音をイメージする詩だったので、そんな音楽をつけました。ダンスと一緒にぜひ楽しんでみてください。それからこの会場にあるいろんなオブジェからたくさん音が出てきます。ぜひそのいろんな音も楽しんでほしいと思います。ありがとうございました。小さなものが集まってこの世界ができているっていうのを表現したいなと思いました。